皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も DMC4SE 遊んでいきましょう。でですね、前回プラウドソウルをモリモリに獲得したので、今回ねスキルアップをわさっとしていきます。まずですね、てかほぼ買えるんだよねこれ。確か前回クリアしただけで2万5000ぐらいもらったんでね、これはもうほぼ全買いしていきましょう。ただね、一気に買うとね、こう覚えてらんないんですね。三角三角三角のあと少し待って三角連打、これも使えそうですね。一応買っとこう。アッパースラッシュ、これも大事。三角長押しで切り上げの後に自分も追跡する、これは大事。ライジングスター、これも大事ですね。スティンガー、ヤマトのスティンガーの後でこう映像の通りなんか上方向に切りながら舞い上がる。ジャッジメントカットエンド、これネロでいうマキシマムベッドでしたっけ、あの最終奥義、あれとまあほぼ同じ感じですね。ただコンセントレーションがマックスの時しか使えない、これも買っておきましょう。まだまだあるよ、ベオルフ。あれ、そうそう、フォースエッジ、スティンガーは買っとこう。カブト割り、これも一応買っとくか。フォースエッジコンボ、これも買っとこう。ミニオンスタブ、あ、すいません、その前にちょっと待ってね。申し訳ない、ちょっと行ったり来たりして申し訳ない。アビリティ、エネスって高いな。ゲットマンオーブ、まずねこれ買わなきゃダメですね。トリガーハート、デビルトリガーゲージの量が減少する、これは絶対必須で、その後ですね、幻影剣買っとこうかな。これも一応買っとくか、便利そうなんで。ストームソード、だとね、幻影剣のこういった、まあ、攻撃パターンっていうのも用意されてるみたいですね。ベオルフでね、昇竜剣を買っておいた方がいいと思うんですよね。これね、これがね、ダンテの、まあ、主力というか、結構大きな火力になってたんで、下位レベルの技を先に変え、これか。地上で R1 プラス左スティック、後方プラス三角ボタン。これは買っときましょうね。これ多分、メインの火力ですね。バージルの。ブリッツとかを倒すときに、おそらくこれがね、かなり便利になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。流星脚、これも買っとこうね。これも強いと思う。で、残り、1002になったんでね、これでもうとりあえずいいかな。で、余ったものは次回ね、買っていこうと思います。デビルスター、アイテム類、ゴールドオーブ。ゴールドオーブ、どうしようね、アイテム、ホーリーウォーター、デビルスター。アイテムをね、確か全買いするっていう実績も Xbox の時ありましたね。で、レッドオーブの使い道がもうないので、これも買うしかないですね。アイテムに使っていくほかない。まあ一応買っとこうか。ゴールドオーブ。まあこんな感じでいいでしょう。ではね、挑んでいきましょう。第二採掘場。さてね、ここのステージなんですが、結構きついですね。何がきついかというとですね、フロストがたくさん出てくる。こっちじゃない。
でね、ネロとか、ネロとかじゃないや。ネロはね、デビルブリンガー、悪魔の右腕で、こう、フロストね、一匹一匹、捕獲して、ちょっとこっちへおいでっていうことがね、できたんですが、バージルの場合はね、自分がこう行くしかないんですね。敵のところに行っちゃうから、それがちょっときついかな。で、ここにオーブがあるので、取っていきます。で、ここの上ですね。ここの上には、あれがある。ブルーオーブ。あ、すいません。怒っちゃった。ここですね。で、こう、上に行って、で、ここに乗っかって、ここにね、ブルーオーブが1個ありました。で、ここの方々は、なるべくこう1対1で戦いたいんだけど、いで、ちょっと見えない見えない、本当に見えない。これは寄らない方がいいな。待って、見えない。ここもね、ちょっとえぐいね。危ない。これぐらいの数になってくると見える。で、剥ぎ取って、でね、問題はね、こっから先ですね。ここにちなみにバイタルスターの S がありました。で、雪原エリア、まずはオーブを取って先へ進んでいきます。で、この細い柱をね、壊すことができるので、壊してオーブを回収。で、こっから先がイベントですね。これがフロスト。 DMC4 はね、敵キャラのデザインがね、すごいですよね。ナグラメイくらいはね、あんまりデザインが好きではなかった。で、なるべくこう1対1で戦いたい。ここはね、ベオルフでもゴリ押しがいいかな。もしくは、ちょっと危ない危ない危ない。ただね、ゴリ押せると言っても、ちょっとね、限度があるんでね、ここは、かっこよくはなかなか戦えないな。
腕の問題かもしれないですけど、ネロであれば1匹ずつこうかいつまんでというか、こっちおいでっていうことはねできるんですが、浮いてくれないしな。デオさんでいくか。まずい、危ねえ、危ない。これいいですね。飛んでくる。で、一発のダメージがね、なかなかにえぐいので、あ、カサッタになった。ここはね、なかなかに殺しに来てますね。危なかった。こう改めてね、あのネロの悪魔の右腕の便利さが痛感できるステージ。とりあえずフロストにはベオルフかなという感じですね。ここ隠しオーブはあったっけ？ないっけ？強行光の広間で、まずはとりあえずオーブを回収していこう。これねちょっと暗いですね。オプション、明るさマックスにしてもいいかな。これで、ちょっとだけ明るくなりましたね。そこまでガンマッチは大差ないかな。さてさて、そしたらどこだっけ。順路を完全に忘れてる。記憶にない。ここも多いな。まだいる。順路をね完全に忘れてますね。申し訳ない。これ現役から遠ざかってしまった結果、この迷宮のような順路を忘れる。まあここら辺はね、あの温かい目で見ていただけると非常に嬉しいです。
ここ確かなんか火の玉が飛んでくんだよね。だよね、そうそうそう、これは覚えてる。あ、で、そう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 、これを起動させないといけないんだ。水銀のアニマを持ってこいと。そうなんだよね。となると水銀のアニマをまず探しに行かないといけない。水銀のアニマはどこでしょう。これね、今気づいたんですけど、戦闘中にダッシュに移行するまでのこのダッシュ距離、走る距離は、これは長いんですね。で、戦闘じゃない時はダッシュがこう短い距離で発動するようになってる。ここでこいつは出てくるのか。そして量がすごいね。これはね、もうこの繰り返しで切っていくしかないです。まあどっかのタイミングで食らっちゃうな。ホワイトオーブ、失われた魔力をその場で回復。今の食らったか。どこ行った？待って、飛んでくる。いや、数がね、すごいですね。レジェンダリーダークナイト。さすがは、伝説のダークナイト。より強い衝撃が必要。で、ここですね。あったあった、こんなの。そう、点滅のやつね。さあ、でですね、ここはとりあえず、こっちへピョインして、ここに乗っかった後で、そっちに行く。で、ここですね。あそこまっすぐ行かないといけない。そうそうそう、こうね。で、そしたら、ここがですね、こう点滅するんで、こう行く。で、からの、二つついてるタイミングで行きます。ここね。で、最後はあそこ真ん中に行かなきゃいけない。よし、ここなんかなかったっけ。老人のような記憶を頼りに、なんかあった気がするんだけど、ないか。ないですね。
ここ壁。そう、オートマティックモードっていうのがね、あの DMC4 あるんですけど、ボタンを連打してるだけでコンボがつながる。取った?モードがあるんですけど、ネロでね、オートマティックモードにしちゃうと、かなりね、苦戦するボスってのがね、いたんですよね、DMC4。やったことある方であれば、まあ、ドイツのことか、わかると思うんですけど、あれは今回改善をされてんのかな?ここはね、ダンテマストダイだとブリッツが出てきた、電撃の。ただ、何人来るかな?多いんだよな。あ、待って、これあかんって。これはいかんよ、マジで。で、これ本当にいかんよ。もうわからんもん。まずい。ちょっと待って、ちょっと。これはきつい。ここはきつい。これきついな。ちょ、チェックポイントからリスタート。ここきついな、これ。どうしよう、そこ。ベオルフで。ここまずいでしょ、だってこの量は。固まられる前に何とかしたい。魔人化してこのぐるぐるしか選択肢がないよ。あぶねー。これね、あの自分パート1でね言ったんですけど、ローリスクハイリターンの技っていうのをまあ出してればなんとかなるっていうのが、デビルメイクライ4はこううまいこと解消してくれたっていう風に言ったんですけども、すいません、あの発言をね撤回させてください。今の挙動で。ここなんかなかったっけ。ないか。いや、これねきついですね。諦めよう。さっきのフロストの大群はまずいよ。で、ブルーブのかけら。とりあえずまずはね、ライフをある程度伸ばしたいですね。あー、ここにもなんかワンちゃんか。フロストもいる。とりあえずまずフロストを倒すっての最優先事項にしないと。
ただデビルトリガーはいい感じに溜まってくれるので、これねある程度開けた場所であれば嬉しいんですけど、さっき見たらね廊下はきついよ、あれえぐいよ。これは何でしょうね、なんかもうスタイリッシュに戦う云々というよりは死なずに頑張ってクリアしましょうっていう感じのゲーム性になってしまわれた。ちょっと待って、あれなんだ、ホーリーウォーターかなんかかなですね。使うと周囲の敵に大ダメージ。でそこの扉がアンロックされました。こっちには何もない。一応こうぐるっとね行けるようになりました。これね本当にね申し訳ない、もうちょっとねスタイリッシュに行けると思ったんですが、でさらにブルーオーブのかけら、これはねなんかねおぼろげに覚えてるんですよ。そういえばなんか割れる鏡があったようなみたいな。一応調べてからねやった方がいいかな。ここ何出たら怖いな。フロストたくさんとブリッツとか出られたらほんと泣いちゃうよ。待って、まあ、どっから飛んできた。地面にねすごい植わってるんだ。そう、こいつ出すと、そう自分がねアクションゲームで感じることがあって、デビルメイクライはねそれをうまいことやってくれてるなっていうふうに思うのが、硬くて強い敵がね少ない数出てくるよりは、柔らかくてそこそここうなんていうの、耐久力ある、めちゃくちゃ柔らかすぎないけどそんな硬くもないっていうね敵がわさっと出てきた方がねアクションゲームは全然楽しいんですね。これねここら辺になんか隠しオーブがあった記憶があるんでね、このなんか乗っかれるところ、ここだったっけ、時空心臓スキルアップ、17000いつの間にか溜まってますね。なんか取れるものあったかな、一回途中でねすいません死んでしまったんで、おそらくそのせいかな。これここら辺はあんまりつかなさそう。汎用スキル NST 値を取っとこうか。あとはですねミリオンスタブ、
ラウンドトリップはあんまり使わないかな。ドライブとオーバードライブを取っておけば割と楽になりそう。これも取った方がいいですね。キック13。地上で丸太三角。これほんと便利。月輪脚。ここも多いな。待って待って、下からつっつくな。待って、見えない見えない。ちょっとね、下りましたけども、とりあえず突破。これでようやく水銀のアニマ。錬金術で生み出された人工の霊魂。そうか、これでここミッション終わりなんですね。でクリアランクじゃなくて、クリアタイムが B のスタイリッシュが S で、オーブ回収率が A と。でトータルランクは A でしたね。こっからね、結構きつくなってきますね。はい、ちょっとね、途中ね、ぐだってしまって申し訳ありませんでした。ではね、時間の切りもちょうどいいので、一旦ね、今回ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回のデビルメイクライでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。